身のムエタイ選手が日本王座を獲得しました。佐伯市出身でムエタイ選手として活躍する平井雅俊さんがムエタイ WMC 日本スーパーフライ級王座を獲得し、6月26日田中俊明佐伯市長へ報告を行いました。マサ・ブレイブリーというリングネームで活躍する平井さんは、6月23日に横浜で開催されたムエタイ WMC 日本スーパーフライ級王座決定戦で見事日本王座を獲得し、田中市長へその喜びを報告しました。自分が今度は、追われる立場になったので、しっかりと練習して、どんな相手が来ても勝ってこのベルトの価値を少しでも高くできるように頑張ります。これからまたこのベルトを持ち続けて再起で格闘技を盛り上げれるように頑張ります。応援よろしくお願いします。平井さんは九州のジムに所属している選手では初となる日本チャンピオンを獲得したそうです。では続いてのニュース。